FM 那覇 78.0MHz おきの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りします iNet ラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。本当にこの2024年も1月明けましてのご案内をして早1ヶ月余り、本当に月日を経つのは早いというものも実感しつつというところです。今週収録日にあたってですが、前後少し寒暖の差はありつつも、今日はかなり穏やかな陽気ということで、ちょっと体調もまだまだ気になる季節柄ではございますけれども、皆様引き続き体には十分気をつけてお過ごしください。そして毎週月末の最終週ですけれども、この方とご一緒に健康にまつわるあれこれをお伝えしますウェルネスウィーク、本日もこの方とご一緒にお届けいたします。徳田康晴先生です。徳田さん、今週もよろしくお願いいたします。本当にもうあっという間に2月も半ばに差し掛かりというところですが、はい、今年明けてからはいかがですか。こう活動ですとかもろもろいろんな動きもあるかと思いますけど。そうですね、今年はなんか沖縄も寒いのかなというですね、はい、冬でしたが、まあ、それをあえてですね、いろんなところにこう顔を出したりして、はい、楽しんでますね1月2月、はい、なんと有意義な時間という感じですね、はい。そして今日メインのテーマでお届けする前になんですが、徳田さんの関連情報ということで、今日一つお知らせを挟みながら後ほどメインのテーマお伝えしたいと思うんですけれども、今回お伝えしますのがアルファベットで GID 学会というものなんですけれども、はい、こちらの今回クラウドファンディングについてお知らせをさせていただきたいと思います、はい、よろしければ徳田さん、こちらの学会についての概要と、はい、今回のクラウドファンディングの目的などについてご紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます、まあ、これは学会を沖縄で開催する、はい、時のですね、はい、まあ、いろいろなこのやっぱり資金が必要になるというところで、はい、クラウドファンディングをお願いしているというところですね、はい。まあ、そのしている人というのは会長なんですが、親父祖克美先生という沖縄県立種病院のドクター、精神科のドクターなんですけれども、はい、まあ、彼は私の元同僚ということでですね、はい、まあ、今日依頼があってですね、なるほど、クラウドファンディングをですね、はい、拡散させてくれというお話でですね、でまあ、この GID というのはですね、はい、性同一性障害ということでですね、はい、まあ、これはいろいろですね、まあ、社会的にもですね、心理的にも悩んでおられる方が、まあ、結構いらっしゃる中で、はい、まあ、そういうですね、人々をサポートする、はい、医療的に社会的にというふうなことでいろいろな知恵を出し合う学会と、まあ、こういうことでですね、第25回大会ということでですね、はい、まあ、全国で行われているんですが、まあ、沖縄でも行いたいということで、3月、はい、もうあと1ヶ月なんですね、3月16日と17日の土曜と日曜ですね、はい。でまあ、研究者とかですね、医療者だけでなくですね、まあ、その関係者、はい、一般の方々も参加できると、まあ、こういうふうなですね、まあ、学会になっておりますので、ぜひですねご支援をお願いしたいと、はい、こういうふうに思います。ありがとうございます。こちら各ウェブの方からアクセスが可能ですね。クラウドファンディングキャンプファイヤーと呼ばれるプログラムを経由してクラウドファンディングの募集を行っていらっしゃいます、はい、こちらの GID 学会研究大会という形で検索をかけていただくとすぐヒットするかと思いますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい。また取り組みとして今回の概要として拝見させていただいたんですが、いいなと思ったのはこのある一つの側面の切り口だけではなく、こう幅広い関係者の方々からのご意見をもとにより良い方向を探るというそうなんですよね。このテーマがすごく明確にで打ち出せているのはオープンディスカッションですね。はい、はい、いいなと思いました。はい、まあ、そういうことでですね、まあ、社会的に今ですね注目されているテーマですし、はい、まあ、今までねなかなか十分なサポートがなかったっていうですねところをですね、まあ、みんなでねこう協力してサポートすると、はい、広げていくと、まあ、これをお願いしているところですね。はい、ありがとうございます。またこちらの取り組み等についてですが、今後徳田先生の方でですね活動さまざまな分野での取り組みも行っておりますので、こちらのオープニングコーナーの枠等で随時活動部分についてお知らせできる内容とあれば都度都度お伝えできればと思っておりますので、合わせてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今週のウェルネスウィークメインテーマ進めてまいりたいと思いますが、今月のテーマは食中毒という部分なんですけれども、やはり日頃生活の中でこの食中毒ってそもそも何だろうというところとで、どういった種類があるのという部分、それからそれを防ぐための予防的な部分、まあ、もしくは発症した時点での対応などさまざまな形で情報のお伝えが必要かなと思っていますので、今日はせっかくの機会なので順を追ってこの点の情報をお伝えできればと思っております。はい、まず徳田さん、一つ前提としてなんですが、はい、そもそも食中毒ってどうしてなってしまうんだろうという、はいはい、この部分から今日解説をお願いしてよろしいですか。そうですね、まあ、この言葉をですね、そのまま解釈するとですね、食中毒というですから、食事の中に毒があると、はい、まあ、こういうことなんですね。はい、ということで食事をとって、まあ、食物を摂取して、まあ、それで何らかの症状が出ると、はい、体を壊すと、まあ、これが食中毒ということになるわけですね。まあ、その毒にはいろいろ種類あるんですけど、はい、細菌のこともあるし、はい、あるいはその細菌が作る毒素のこともあるし、はい、あるいは人工的な化学物質のこともあるし、あるいはいろいろなね、まあこう通常はね、まあ存在しないようなですね、まあ物質ね、はい、まあそういうのがまあ事件的に紛れ込むとかですね、まあ、こういうのもまあありえるわけですよね。ここについてなんですが、まあ、もちろんこう、うん、人や動物の皮膚ですとか、うん、内部にいわゆる細菌というのがもともと存在するところもあったりするじゃないですか。ここと食べ物とのこう、そうですね、体の中には腸内細菌っていってね、はい、まあありますけれども、まあ普通我々のこの腸の中にいるその腸内細菌っていうのは悪さしないわけですね。はい、まあ、悪さするとそれ自体がね、まあこの自分たちが存在している腸に悪さするとですね、自分たちが存在できなくなるということもありますからね。はい、まあ、共存共栄と、ええ、まあ、こういうことになってるわけですね。だけどそれ種類が違うやつが入ってくると、これはまあ共存共栄のね意思はないわけですから、はい、最初からそういうもう関心がない、もうイントゥルーダーというかですね、侵入者というかね、エイリアンというかですね、まあそういう方々にとってはね、もう共存共栄ではないで、最初から暴れまくると、あるいは毒素も作ると、まあこういうことなんですよね。そしてこの食中毒ですが、一般的によく言われるのは気温が高くて細菌が育ちやすい環境の時に増えやすい傾向があるとよく呼ばれるものがあるかと思いますが、うん、この1年を通じた中での季節的なこう増える時期みたいなものはある程度目安がありますか？やっぱり夏が多いですね。で、なぜ夏かというと、まあ、今ねおっしゃったこの気温、温度ですね、はい、温度が高くなると細菌が繁殖しやすくなると、はい、まあ、こういうことですね。まあ、ですから繁殖を抑えるために冷蔵とか冷凍とかするわけですよね、はい、食品を保存するときに。ということは温めると、あるいは気温が高いと繁殖しやすいということになるわけですよね。やっぱり夏に多いです。この辺は家庭の知恵としてよく言われるのが、お子さんに持たせるお弁当あたりでしょうかね。はい、こう作りたてを持たせるというよりは、作って少し冷ました状態で持たせるという、こう工夫をご家庭でされることがあると思いますが、これも一つの連動している。そうですね。まあ弁当もね、まあ早めに食べればね問題ないわけですけれども、まあ、長時間置いてるとね、はい、やっぱりこれをその間やっぱり細菌がね、細菌っていうのはもううようよね、どこにでもいるわけですから、はい、まあその中にはね、やっぱり食中毒の原因となる細菌がいるわけですから、はい、まあこれがね増殖してしまう恐れがありますから、できるだけまあ数時間以内に食べてくださいと。まあ半日以上置くとですね、危ないと、まあこういうパターンもあるわけですよね特に夏ははい、そんな辺はやはり注意が必要ですね。さあ、それではここで食中毒を実際に引き起こしてしまう主な細菌ですとかウイルスの特徴などについて一つずつお伝えできればと思います。まずよく耳にしがちなサルモネラ菌と呼ばれるものなんですけれども、これだと主に卵ですとかお肉、魚、まあ、いわゆる加熱に関連する部分かと思いますが、この辺りはやはりこう生卵ですとか、こういわゆるオムレツ的な要素のいわゆる半熟っぽいやつですかね、ああいったものというのは比較的発生の原因になりがちというところでしょうか。そうですね、やっぱり生卵ですね。うん、まあ生卵をよく食べるメニューというとすき焼きとかね、まあそういうのがありますから、だからで季節的にすき焼きは冬にみんな食べるじゃないですか。はい、寒い時に食べるのがすき焼きと。まあこういうことですから、だからさっきは夏に食中毒を置いていったんですけれども、こういうこの特別なまたね個別の食中毒によっては冬に多いっていうのはあるわけですね。なるほど。でその冬に多いのはなぜかというと、そういう食べ方をする季節性の問題があると。まあこのサルモネラ以外にはノロウイルスなんかもね、はい、生牡蠣、はい、オイスターの方の牡蠣ですけど、魚介類の方の牡蠣ですね、はい、うん、果物ではない方の牡蠣ですけれども、まあ、これやっぱりね冬にこう流通してねみんな食べるということが多いですから、うん、まあそういうふうな季節性がありますから、まあ、冬に多いと、まあ、こういうことになるわけですね。あとお肉類とかでいうと、いわゆるレバ刺しですとか、うん、あるいはたたきみたいなものですかね、いわゆるこう、うん、半生といいますか、うん、そういった類のものも近い感じがありますね。でやっぱり生で食べると危ないんですよね。このまあ生卵もそうなんですけれども、牛肉、豚肉ね、はい、まあ豚肉生っていうのはほとんどね、はい、飲食店なんかでは出さないですけれども、焼肉店なんかではやっぱりね、注意が必要かもしれませんね。やっぱ牛肉っていうのはね。でまああとですね、最近多いのは鶏刺しというところですね。はい、まあやっぱりどうしてもこうねグルメブームと、まあ、こういうことがありますから、鶏の内臓を食べちゃうと生でということでね、まあ特に肝臓とかね、はい、まあそういうような内臓関係は危ないですよね。鶏刺し、まあ、そうするとカンピロバクターというですね、最近多いんですねこのカンピロバクターというのは結構新聞にも報道されて、まあね、そうですね、保健所から営業停止処分というですね、はい、まあそういうことがありますからね、はい、結構飲食店の方々も注意してると思うんですね。ですね。この辺りもちょっと後ほど解説いただきたいと思います。そしてこのサルモネラ菌ですけれども、乾燥に強く熱に弱いというちょっと特徴があるようですけれども、うん、やはりこう食後一定の時間を超えると吐き気、うん、腹痛、下痢、ひどい方ですと発熱、頭痛などのこう症状等も出るというところもありますので、やはりこの加熱という部分に関しては一つ注意が必要なのかな。そうですね、やっぱり熱加えるっていうのは大事ですよね。だからまあ結構生焼けが好きな人とかね、はい、まあそういう方はですね十分注意した方が良いと、まあこういうことになりますよね。はい、それでは続いて参りましょう。続いてはですね、黄色ブドウ球菌と呼ばれるものですけれども、これってもともとこの人にの内在している菌とも連動しますか？そうですね、鼻腔とかね、鼻腔というと鼻のね中ということになるんですけれども、はい、そこにいたり、あと皮膚にいたりしますね。はい、でここのブドウ球菌の特徴なんですが、毒素がまず熱に強いということと、こう一旦毒素ができてしまった場合に、加熱しても防ぐというのが難しくなるという、そうなんです、事例があるようですけれども、はい、ここがやはり難しいところですね。で結構やっぱり人間にくっついてるってところありますから、はい、素手で料理を作ったりね、おにぎりとか、はい、素手でこうやったりする場合に、はい、そこにその手にその黄色ブドウ菌がいたらですよ、はい、その黄色ブドウ菌がその食品についてしまうと、そしてその黄色ブドウ球菌が毒素を作ってしまうということで、毒素を作った後、例えばこの食品を加熱した場合ですよ、はい、黄色ブドウ菌そのものは死滅してしまうかもしれませんが、毒素は、はい、壊されないで残ると。そうするとそれを食べると、はい、症状が出るということになるわけですね。やはりここはやはりこのお弁当とか呼ばれるものもちょっと類似するところがあるのかもしれませんね。そうですね、特にまあおにぎりでしょうね。やっぱり素手で扱うというのは、まあ普通のこのお弁当のご飯だとやっぱりしゃもじでこう、はい、ね、こう弁当の中にね、はい、入れるというのがね一般的だと思いますから、素手では入れないと思いますからね。うん、確かに。だけど弁当だと素手で行われる可能性がまあありますね、その、はい、まあおにぎりによっては。さあそして続いては、先ほどのお肉と少し種類が変わってきますが、お魚ですとか貝の魚介類が原因となってくる腸炎ビブリオ菌と呼ばれるものですけれども、これだとやはりこう代表的なのはお刺身とか、そうですね、そういった類になりますね。そうですね、まあそういうものをまあ食事ね食べる時にどうしてもやっぱり釣ってすぐ食べるっていうんじゃなくてね、はい、まあある程度時間を置いてまあね食べちゃうと、まあこういうケースですよね。で結構この菌って塩分濃度に強いというところありますから、他のまあ細菌でしたらね、もう塩分に弱いと、まあそういう意味で塩分を足したりするじゃないですか。食品に塩分を足して細菌をブロックするっていうね、はい、まあよく昔からやられている保存方法のまあ基本戦略だと思いますが、これが効かないというのがこの腸炎ビブリオ菌ですからね。ですから醤油をたっぷりつけるとかね、最初からこの島マースをかけてるから大丈夫と言ったらそうではないというですねことがあります。まあ、あとマグロとかね、そういう、はい、このお刺身なんかの場合ね、夏場に多いんですけれども、まあ、長時間置いてるとですね、特別な菌がですね、黄色ブドウ菌、腸炎ビブリオ菌と別なんですけれども、はい、そいつがですねこのマグロとかのですね、タンパク質の中に含まれるアミノ酸、特定のアミノ酸を分解してしまうということでですね、それがですね、ヒスチジンというアミノ酸なんですけれども、それを分解してヒスタミンになるということでですね、はい、ヒスタミンを作ってしまう菌があるわけですね。もともと存在するお刺身の中に存在する特にマグロ系ですけれども、ですからそれを食べちゃうとですねアレルギーみたいな症状が出るんですよ、いきなりボンと。例えばじんましんとかね、はい、はい、全身がかゆいとか、ひどい場合は血圧も下がりますね、血管が拡張するので。でそれで、ね、ヒスタミン中毒っていう呼ばれてるんですけれども、はい、なるほど。実はアレルギーじゃないんですよ。もう一見アレルギー症状なんですけど、一見もういかにもこのジンマシンですから、はい、アナフィラキシーのようにもう見えるんですね。ところがきちんと話を聞くと、はい、お刺身をね、特にマグロで結構パターンとしてはね、やっぱり売れ残り、もう夜遅くね、最後もうはい、ディスカウントセールの時間帯に入るじゃないですか、はいはい、もう半額以下ですっていうと、これ狙ってやっぱりみんな買うわけですね。でこれ冷やしてたらいいですよ、ちゃんと、はい、冷蔵してたら。結構やっぱり暑いね、夏とかだと、まあそれがそのままね、まあさらされるとかね、あるいはそれを買ってそのまま室内に置いといて翌日食べるとかね、っていうとその間にその菌が増殖して、はい、そのヒスタミンをどんどん作っちゃうわけですね、ヒスチジンから。それ食べちゃうとヒスタミン中毒ということで、これだから食中毒なんですね、はい、アレルギーじゃなくて。で中にはね、はい、アレルギーとずっともう一生アレルギーだと思って魚アレルギーとかいう人がいるんですけど、中にはそういう人がいて、はい、本当は魚アレルギーじゃないんですよ。よく聞くとヒスタミン中毒をアレルギーと間違って、はい、一生刺身を食べないと、まあ、こういう人もいるわけですね。アレルギーと思ったら食べないじゃないですか。だからこれね、これをちゃんとこれ見分けることで実は大事なんです、はい、一生刺身食べられないって言ったらこれかわいそうな話ですよね。確かにお刺身ってやっぱり栄養学的にいいじゃないですか、はい、ね、動脈硬化症のね予防にもなるし、タンパク質もたくさん入っている、はい、EPADHA とかのね、いわゆるこの魚の油っていうのはね、中性脂肪も下げたり動脈硬化を予防するサラサラ系じゃないですか。確かに。だからそれをね、魚アレルギーですっていうと食べれないっていうと問題なんですね。だから結構魚アレルギーの中に食中毒がいると、はい、まああと沖縄で多いのはね、熱帯魚を食べて口がしびれるっていうのがあるじゃないですか、はい、手足とか唇がしびれて、はい、あと脈が遅くなるっていうのがあるんですね。で中にはひどいケースはですね、失神もすると、一時的に意識が消失するというのがあるんですよ、シガテラ中毒と。うん、これはですね、これも食中毒なんですけれども、やっぱり昔からなんかカラフルな熱帯魚は危ないっていうじゃないですか。しかも大きい魚は、はい、やっぱあれは食物連鎖で濃縮してですね、毒が蓄積してるんですね。大きい魚ほど蓄積するんですね。はい、でそういうまあ、石垣鯛とかね、はい、まあ、そういう特定の魚に多いんですけれども、沖縄多いんですね。でこれ地元の漁師さんとかよく知ってるわけですよ、この魚危ないとか。はい、だから食べないんですけれども、危ないのはね、観光の方とか一般の方が釣って、はい、自分たちでさばいて食べる。いや、大きい魚釣ったって言ってみんな食べちゃうじゃないですか。喜びさんで、しかもカラフルですねみたいな、はい、黄色とか赤とかね、美味しそうっていうことになるじゃないですか。でそういう場合にシガテラ中毒は危ないですね。まあもともとサンゴ礁にくっついている微生物が作る毒素ですね、はい、これが食物連鎖を経て、はい、大きい魚にね、小さい魚から大きい魚にどんどん引き継がれてね。そうなんですね。でこれ問題なのはあれなんですよ、地球温暖化が今もう進行してるじゃないですか、はい、加速してるじゃないですか。でそれで沖縄にはもうもともと昔からねたくさんいたんですよ、はい、もう毎年のように。ところが今はね、東京大阪でもよく見る。あで問題はね、医学部で教えられてないんですよ、国家試験にも出ないからみんな知らないんですね。研修医も知らないし、はいはい、もちろん医学生も知らない、普通のお医者さんも知らないと。だからもう何が起こったかわからないと。お魚を食べた後手足がしびれる、はい、唇もしびれる、そして脈が50代40代で失神すると、お腹も痛い、下痢もする、吐き戻す、はい、救急車搬送、心臓の病気か不整脈か心筋炎かみたいな話になるんですけれども、実はもう今のキーワードから言うと、はい、もうこれシガテラ中毒なんですね。なるほど。で一つ面白い症状があってですね、ドライアイスセンセーションっていうのがあるんです、はい。まあこれどういうことかというとですね、冷たい感覚が痛くなるっていうね、痛い感覚に置き換わるっていうのがあるんです。ほう。だから氷なんかをね、こう肌につけると皮膚に痛いっていうことになるわけですね。ドライアイスセンセーション。なるほど。はい。まあこれもネットで調べたらすぐシガテラ中毒って出るんですけれどもね、そういうね特徴的な症状もありますから。でこれね、なんで教えてないのか私不思議でならないんですよ。というのは一番多いんですね、中毒で。世界で一番多い中毒の病気は何かって言ったらシガテラ中毒なんです、実は。そうなんですね。だから例えばまあ中米南米ね、アジアアフリカではもう普通にいるわけですね、はい、沖縄もそうですけど。だけどまあね、日本のこのまあ北側の地域ではあんまり今までいなかったからね、はい、知らないというところなんですけれども、これやっぱり知っておいた方がいいわけですよね、はい、で結局サンゴ礁が北上してるからサンゴ礁にくっついている微生物が作りますからね、はい。でこれは今後どんどん増えると思うんですよ。だから東京のね、まあ、美味しい、料理ね、魚料理を食べてシガテラっていうねことも今後大いにあり得ると。まあ有名なのはですね、日本の、はい、まあ、これは食中、広い意味のこれも食中毒なんですけれども。アニサキスっていうのがあってですね、あ、はい、結構グルメの人に多いですよね。まあどうしてもやっぱり生で食べるのが好きって、しかも冷凍をしない、はい、冷凍をしない魚介類ね、はい、やっぱり冷凍したら味が落ちると思われてるじゃないですか、はい、だからグルメの人ほどそういう冷凍していない、ね、フレッシュなお刺身を出すお店で食べたいっていう気持ちがあってですね、それ食べちゃうわけですけれど、そうすると寄生虫、虫がいるわけですね。アニサキスって虫なんですよ、寄生虫、はいはい、でそいつがですね胃の中とか小腸とかでですね、この人間のですね体内でこの壁をこの壁にですね頭を突っ込むんですよ、はい、ブチッと、まあ、針みたいな頭してるわけですね、ブチッと。でその時ものすごく激痛が起こると、はい、でアレルギー反応的な要素もあるんですけどね、これ実はアレルギー反応でもあるんですけどね、はい、まあだけどそれは結局食物の中にこういうアレルギー反応を起こす虫がいるわけですから、まあ広い意味で食中毒と捉えたわけですね、これもね。なるほど。で分からないわけですからね、はい、だけど虫眼鏡で見ると見えるんですよ、この虫は。ですから治療法としてはですね、胃カメラ入れるじゃないですか、はい、でこの虫を取るんですよ、こうやって監視で、はい、で泳いでんですね。昔エイリアンっていう映画あったじゃないですか、はいはい、ご覧になりました、はい、ご覧になりました、はい、あれでいきなりこの、あ、はい、お腹の中から出てきたでしょ、はい、あれですよ、ああいうやつの小さいやつですね。あれは恐ろしかったじゃないですか、シーン、衝撃的なシーン、はい、お腹から出てきたじゃないですか、はい、出ていってわーっと逃げていったじゃないですか。でそいつは幼虫じゃないですか、そいつは成虫になったら、はい、巨大なエイリアンになったわけですけれども、はい、であれ小さいからまああれ大きいからもうとんでもないこの人間に対するね、はい、もうこうね恐ろしい怪物ってことになるんですけれども、まあアニサキスっていうのは本当にね小さいわけですから、はい、まあこれねこいつがエイリアン並みの大きさだったらもう大変なことになるんですけれども、まあ現実にそういうやつもいるっていうことですよね。でもう一つね、今の件で重要なポイントがあるんですけれども、実はね面白い実験があって、結局ほらみんな冷凍した方が冷凍するとまずくなると、だから冷凍する前に食べた方がいいんじゃないかと思うじゃないですか。だけど冷凍した方がアニサキスが死ぬわけですから、少なくともアニサキスは死ねばはい、要は頭をね胃の壁に突っ込むっていうことをしないわけですよ。エイリアンのようなことはしないわけですね。はい、冷凍するだけで死ぬわけですよ。アニサキスというエイリアンはね。はい、でそれでですね、冷凍させた刺身と冷凍させてない刺身ですね。それを事前にそれをこう隠してですね、その情報をそれぞれ食べてもらってね、はい、食べ比べしてもらって、まあ、これはよく医学的な臨床研究っていうことでよくやられるんですけれども、はい、まあその手法をですねこれに応用してやられたと思うんですけど、そうするとですね、実は冷凍してもしなくてもね、みんなが選んだのは一緒だったと。要はもう自分はグルメだからもう冷凍していないのがもう大好きっていう人でも、はい、結局事前情報が隠されたら冷凍したものと冷凍していないものを見分けることができなかったわけですね。はいはいはい、っていうことはこれ実は冷凍しても味は変わらないと、はい、まあこういうことになるわけですから、はい、これやっぱり冷凍した方が安心して食べられるっていうのは、沖縄もねアニサキス最近増えてるんですね。やっぱり飲食店増えてるし、はい、やっぱり沖縄でもいろいろなフレッシュな直送産地直送魚介類を食べたいっていうお客さんのニーズがあって、お店もそういうふうに出すわけですね。でそのために冷凍していない魚介類をどんどん入れて出すわけですね。だから病院によくまあそれで搬送されてね、はい、救急車とかで私が回っている病院の研修医が見たりしてるわけですね。で私はもうその研修医からもう全て情報が入ってきますから分かるわけですね。どこどこの病院にアニサキスのケースが出ましたとかね、はい、もうリアルタイムに分かるということですから、まあそれはですから、それはこの場を通してこれを社会に還元してるわけですね、はい、注意喚起してるわけですよね。はいはい、まあそういうことでありがとうございます。さあそれでは続いてまいりましょう。最初のテーマで少しお話が出ましたが、カンピロバクター、鶏肉の部分で少しお話が出ましたが、これも比較的よく聞く名前ですね。まあしかもねカンピロバクター、私もやられたことあるんですよ実は、はい、一度ね。もう私はもともと注意してたわけですよ、カンピロバクターにだけは、はい、かかりたくないと、はい、ですから鳥刺しはずっと避けてたんです。避けてた、はい、ところがですね北九州の勉強会、はい、まあそこで、終わった後打ち上げで、はい、あるお店に行ったわけですね。でそのお店っていうのはやっぱりみんな知り合いなんですね。あ、はい、で知り合いのマスターがこれ美味しいですよって出すわけですよ。でそうするとね、なんか断りにくいじゃないですか。原則食べないんだけれども、はい、私もやっぱりね、お酒も入ってるし、これはもうね、はい、わざわざマスターがね、私たちが来るためにこれ取っておきましたっていう鳥刺しが出てくるわけです。はい、これ食べちゃったわけですね。はい、で3人で食べたんですけれども、で私ともう一人のね、福岡に住んでいる人がもう翌日ぐらいからかな、下痢、腹痛、発熱と、はい、ひどい症状で苦しめられたということなんですよね。でもう一人ですね、地元の方はですね、よくその店に行ってるんですけど、全く無症状なんですよ。だからよく行ってる人はですね、多分これ免疫ができてると思うんですね。私みたいに、はい、もう沖縄から来てバーンとね食べちゃうと。で普段カンピロバクターにやられてないから免疫もないわけです。でそれでやられたっていうね、まあ結構きつかったですね。でこれをですね、はい、私の知人のですね、はい、感染症専門のドクターにこの話をしたんですよ。そしたら「お前はバカだ」とか言われたんですけどねまあそういうことでですね、はい、鳥刺しには注意とということでやりまいりましょう。いくら知り合いが出してもそこで踏みとどまることができるのかという話なんです。だから私はそれ以降ですね、はい、また同じような場面があったんです。やっぱりはい、友人ね、はい、友人に連れられてお店に入ったで、鶏肉専門なんですね、はい、そしたら私は焼き鳥をいただきたいということで焼き鳥ばっかり食べてたらね、もう一人のその友人がですよ、鶏刺しが美味しいです、美味しいから鶏刺し頼むけど鶏刺し食べないのって言ったら、はい、いや自分はいいですとお断りして、やっぱ事件がねやっぱりこう蘇ってくるわけです、はい、トラウマ、はい、でその後ね感染症の人にも言われたし、やっぱりこれがもうぐさっと刺さってるわけですね、はい、思いをしたくないで、しかも怖いのはですね、はい、カンピロバクター自体はまあ普通のまあ健康な方でしたらまあ自然に治るわけですね、まあ、ひどい症状で入院とかになったりね、いろいろな合併症を起こすっていうのはやっぱり免疫不全がもともとある人ですから、はい、免疫不全がある人はやっぱり注意した方がいいですよね。でそれだけでなくですね、免疫が正常でもですねギランバレーっていうのがあるんですよ。あれなんか難しい名前なんですけど、ギランバレー症候群ってやつですか？そう知ってます？さすがですね、さすがあさとさんですねギランバレー知ってる人あんまりいないですよまあ人の名前なんですね、ギランバレーって別にこれ病名を表してる名前じゃないんですよ。で何かというとですね、手足が麻痺するんですね、はい、動けなくなるというとんでもない病気ですこれで、結構これ回復するまで時間かかるわけですね。でこれいろんな原因で起こるんですけれども、まあ一番有名なのはこのやっぱりカンピロバクターなんですよ。カンピロバクター腸炎でまあ一旦治るんだけれども、これこのカンピロバクターに対するこの免疫ができるって私言ったじゃないですか、はい、その自分の知人のこの北九州に住んでいる人はね、はい、それのおかげでまあカンピロバクター食べても全然平気っていう人なんですけれども、この免疫がですね自分自身を攻撃する、自分自身の神経を、はい、末梢神経を攻撃するっていうのがあるわけですね、はい、末梢神経にやっぱりこうねアタックするというと末梢神経がやられるわけですから、まあ大体足から症状が出るんですけれども、足が立たなくなるんですね。急にね足がしびれて立たなくなる、はいはい、立ち上がることができない、はい、歩けないでだんだん上に上がってきて、でひどい場合はですね呼吸が止まる人もいるんですね、はい、呼吸っていうのも結局筋肉ですから、はい、神経の命令でこの収縮したりするわけですね、はいはい、横隔膜も横隔神経という神経のねシグナルによってこう収縮したりしてね、肺を膨らませたりするわけですから、ね、でその末梢神経がやられるとですよ、そこも動かなくなるわけですから、でひどい場合は人工呼吸器ですよね。まあある程度も自然に回復するんですけれども、やっぱり後遺症を残す人もいるわけですよね、重症だとね、まあ、そういうことでリハビリも長期必要とする人もいるし、はい、まあ、最近のケースで多いのはコロナワクチン、はい、コロナワクチン後のこのギランバレーっていうのはやっぱり時々いるわけですよ、どうしてもね、はい、そういう方はリハビリをずっと今もやられてるとかね、私の知人でもそういう方いらっしゃいますね。やはりこの辺も注意が必要ですね、うん、さあそれでは続いての内容ですけれども、これですが腸管出血性大腸菌と呼ばれるもの、おそらく一般的な報道ですと O157O111 と呼ばれるものあたりが代表的なものかと思いますが、これで生野菜ですとかそういったものとかでよく、そうですね、よく言われたの、最初言われたのはね、はい、あれですよ、ユッケとかね、はい、報道での話ですけどね、はい、やっぱりこう生の牛肉ですよね。なるほど、はい、というのは牛の腸管の中に存在すると、はい、で牛の腸管の中にいる時は悪さしないわけですね。牛には悪さしないんだけれども人間には悪さをするとなるほどいうことでね、まあ、そういうやつなんですけれども、はい、まあで生野菜に汚染するプロセスとしてはね、はい、結局畜産と農業っていうのは結構もう隣り合わせじゃないですか、近いところでやってるじゃないですか、はい、まあ、農業っていうのは もっと広い意味で言うと畜産も入ってるわけですから、だから畜産をやって牛を扱っているその農家っていうのは、畜産もしてるところっていうのはすぐ近くで野菜も作ってるわけですね。でこの野菜を生で食べちゃうとやっぱりこの牛の糞便に汚染されたものを出しちゃうっていうね、まあ、目に見えないわけですからね。確かにパッと見わからないわけです。これもだいぶ最初の報道からもう結構時間も経ちましたけれども、かなりいろいろと出ましたよね、症例としては。まあ一番私がですね記憶してる中で古いのはね、貝割れ大根っていうのがありましたね。貝割れ大根で風評被害っていうのが初めてその時に出ましたね。風評被害ってどういうことかというと、はい、貝割れ大根でこの O157 のね下痢があって、でまあしかもこれ合併症でね腎臓が悪くなるっていうのがあるんですよ、はい、腎臓が悪くなる、血液の赤血球が壊れるっていうね、まあ、そういうのがあるわけですけれども、まあ、そういうふうな結構重症も出るぐらいのタイプの大腸菌ですから、まあ、そういうふうな報道が出るとですね、みんなやっぱり避けるじゃないですか。確かに貝割れ大根はもう、はい、食べたくないというふうにやっぱり売れ残っちゃうわけですけど、まあ、それから風評被害っていう話が出てですね、まあ、当時のね厚労大臣、はい、菅直人さんだったんですね。私今でも覚えてるんですけど、で菅直人さんが一生懸命食べてるわけですね。テレビの前でね、はい、テレビのカメラの前でこの貝割れ大根食べても大丈夫なんだよと。まあ確かにその結局汚染されてない貝割れ大根そのものが原因ではないわけですから、はい、要はベクターでしょ、はい、そのもともとは大腸菌が原因なんですけど、その大腸菌に汚染されてなければ別に大丈夫なんですよ。貝割れ大根そのものの病気じゃないわけですから、はい、だから私も貝割れ大根大好きでねずっと食べてますけど全然問題ないわけですね、はい、うん、やっぱこの辺りは風評被害というのは本当に注意が必要ですよね、うん、そして続いてですが、これも途中で少しキーワード出ましたけれども、ノロウイルス、下記のくだりで少しお話が出ましたが、これ下記以外にもよくあるのがアサリですとかこうシジミと呼ばれるそのいわゆる貝類にちょっと共通する点があるのかなという印象もあるんですが、いかがですか？はい、そうですね、最近言われてるのはね、やっぱり水が汚染されてそこで濃縮してその貝類に濃縮してるんじゃないかって話なんですね、うん、いろいろ研究がやっぱり進んできてるわけですね。この、うん、水がというと例えば井戸水ですとかそういったもの、海水ですよね。あれは、海系ですよね。でたまにあるのはね、報道であるのはね、クルーズ船でのアウトブレイクっていうのありますね。はまあコロナでもね有名になったじゃないですか、はい、クルーズ船っていうのはね。だけどもともとねクルーズ船で問題になってたのは、はい、これなんですよ。クルーズ船ってやっぱりグルメしちゃうじゃないですか、はい、でそこでオイスターとか出ちゃうわけですねやっぱり、はい、でしかも海水系のまあね貝類ですからね。なるほど、うん、まあそういうことで、まあ、クルーズ船でのアウトブレイクは有名ですよね。うーん、アルコールに強いっていうのもまた厄介なんですねあれ。あ、よくコロナでアルコール消毒ってやったじゃないですか、うん、あ、はい、アルコールに強い。だからアルコールで消毒しても感染するわけです。こう死なないわけですねこのウイルス。以前何かの報道で出てた記憶があります。高温でこう1分以上加熱しないとみたいなのが出てたと思うんですけど、だからアルコール消毒が効かないわけですよね、うん、だから問題はですね、その患者さんから広がるっていうのがどうしてもやっぱりあるわけですね。はい、だから下痢をすると手についたりするわけですね、どうしてもやっぱり跳ねたりするし、でなかなかこの手指衛生って言ってもね、手を洗いましょうって言ってもなかなか十分に落とせない場合があるわけですね。そうするとその手でなんか食物を触ったりするわけです。はい、でそれをまたなんか別の人が食べちゃうとかあるわけですね。はい、で結構ねノロウイルスっていうのはね、ウイルスですけれども少ない数でもね結構症状を出しうるって、ね、はい、厄介なやつなんですよね。結構症状強いですよね。うん、まあ、ですからこれはまあやっぱグルメの方には多いですよね、これノロウイルスはね。ああ、そうか。これはまたその時に、報道で見た記憶があったんですが、この症状が出た方の吐しゃ物からご家族に感染した事例というのを確かちょっと報道で見た記憶があったんですが、やっぱそのケースも留意が必要ということなんでしょうか。はい、結構ね上部症状がですね、上部消化管って言いますけど、はい、上部消化管っていうのは食道胃十二指腸と、まあそういうところですよね。はい、小腸と大腸は下部っていうことになるじゃないですか。まあそういう上部症状が強い、どういうことかというとやっぱり嘔吐とかが多いということですね。とにかく嘔吐が多いで、下痢は意外に少ないわけですね。あ、そうなんですね。下痢っていうのはどちらかというと、まあ肛門から出る水のような便っていうことになる。まあ普通にみんな下痢っていうわけですけれども、結局肛門に近い症状ですから下部消化管の症状なんですね。上部消化管の症状といってやっぱり口からなんか出てくるとかね、そうするとやっぱ嘔吐っていうね。ですから上部消化管症状を見たらね、はい、やっぱり夏場でしたらまあ牡蠣のね、牡蠣とかその貝類、食べた後でしたらやっぱりノロウイルスだし、まあ、あとはさっき言ったおにぎりとかだと、はい、黄色ブドウ球菌のね毒素、まあということになるわけですね。この2つが上部の代表格ですよね。はい、さあそして今回のテーマでですね、私自身がちょっと耳なじみが薄いかなと呼ばれるウイルスのお話を最後に伺ってみたいと思うんですが、 E 型肝炎ウイルスと呼ばれるもの、ちょっと比較的耳なじみがと思ったんですが、このウイルスもやはり該当するものなんですね。そうですね。ただですね、まあ食中毒、広い意味の食中毒なんですけれども、はい、まあ食事を介してねまあ感染するというウイルスなんですけれども、ABCDE っていうね、はい、いわゆる肝炎ウイルスの一つなんですけれども、まあA と似てるんですね。A と E は似てるんです。はい。どういう意味かというと、A と E は食事から感染すると、はい、いうことなんですね。で、特にE はですね、肉ですね。野生の動物ということでね、はい、結構これもやっぱりグルメ系ですね。野生の動物ということになると、じゃあこう加熱が弱いものであったり、うん、あと野生の動物、ね、内臓ですとかいろんなそういった類のもの、うん、で最近は鹿とかね、あ、うん、GBA と呼ばれるものでしたっけ、はい、はい、ディアミート、鹿肉、あとはまあ沖縄だとやっぱりヤギ大丈夫かなっていうところあるんですけど、あんまり報告はないですね今のところは。これだけヤギ料理が広がってますけどね。どちらかというとヤギ料理で問題になるのはトキソプラズマっていうね、これはまた虫ですけど、これは問題になりますけどね。そうなんですね。熱出したりリンパ節腫れたりね、目の網膜炎を起こしたりとかね、そういうのありますけど、まあ E 型肝炎っていうのはそういう野生動物の肉っていうことですよね。でまあ妊婦さんがかかると重症化するというところはありますから、要注意と。で肝炎ですからね、はい、あんまり消化器症状あるんだけれども、どちらかというと肝臓の炎症がメインということになりますから、目が黄色くなったり体がだるい、はい、っていう時に血液検査すると肝臓の数値がすごい上がってるわけですね。まあ A も B も C もそうなんですけどね。ただ BCD っていうのは血液系ですよね。感染は感染経路として、まあ、血液性行為でも感染しますけどね、はい、まあ、B は特に、はい、C はどちらかというと医療行為から感染する昔の医療行為 今はもうこれかなり厳しくなってますから大丈夫なんですけど、注射器の使い回しとか、はい、だから日本では少ないんですけれども世界的に見るとほら静脈麻薬っていうのがあるじゃないですか、はい、静脈注射麻薬っていうのが、はい、まあそれを使ってる人たちっていうのはやっぱりどうしても使い回しがあるんですね。ですから B 型肝炎の方が多いですね。なるほど。 HIV もそれで感染してる人多いし、はい、そして B 型肝炎も感染してると両方感染してるとパターン多いですね、はい、まあ日本の場合はどちらかというと性行為感染の方が多いですね。 HIV に関してはね、はい、まあ、そういうことで ABCDE ですねに気をつけましょうと、はい、まあやっぱり、まあ、A は実は魚介類から感染すると、あとまあ海外が多いですね。なるほど。だからワクチンがあるので、はい、ワクチン進められていますね A に関しては、うん、まあ、B もワクチンありますけれども B はまあ、みんな大体B 型肝炎に関してはワクチン接種している人が多いですからね、まあ、C はワクチン今ないし D も E も。ただ C に関しては今治療法がお薬が開発されてますからね。あ、そうなんですね。今まで治らなかった肝炎なんですけど、はい、治るようになりましたからね。まあそれはグッドニュースではありますよね。はい、うん、ということでさまざまなポイントでちょっと症状などについての最近の種類などをお伝えしてまいりましたが、まず改めてこの食中毒についての気をつけるポイントというと、やはりこう加熱というのは一つのキーワードになるのかなと。まあ正直さまざまな食材料理の提供方法がある中でということで考えると難しい局面ではあると思うんですが、その中でもやっぱり一つ一つこう気を配ることの大事さというのは確かにありますよね。ありますよ。だから特にまあ飲食店行く時っていうのはよくねこう注意して入ると。自分で料理すると分かるじゃないですか自分で、はい、あと弁当屋さんですかね。弁当屋さんもまあフレッシュなものをなるべく選ぶっていうところですかね、はい、まああんまりこれを気にしすぎてね加工食品しか買わないというまた別の病気になりますからね。それが蓄積すると、はい、やっぱり糖尿病とかが心配になるということになるわけですからね、はい、またもちろん気をつけていただくことはもちろんなんですけれども、改めて最後にメッセージとしてお伝えしておきたいのが、症状が出た時にご自身そしてご家族を含めてどう対応するか、一番多分大切な入り口というのが病院にかかった際の最初の問診です。でこれは前回こちらのコーナーでも徳田さんが数多くおっしゃっていただけているポイントなんですけれども、時系列で何があったというものを記憶のあるなしかかわらず的確にお伝えいただくことでより判断の精度が高まるというポイントがあります。なので結びに今日の食中毒のテーマではありますけれども、やはり症状が出た時の最初の初動というものに関しては問診を特に意識していただくこと、その時に大切な時系列であったり召し上がったもの、それから行動などについてより的確にお伝えいただくことが大切ということで結びとしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、ぜひまあなかなかね思い出せないっていうことはよくあるんですよね、はい、前々日ぐらいまでだと何を食べたかっていうのはね書き出してくださいって書けるんですけど、はい、3日前4日前1週間前だとなかなか厳しいというのがありますね。でカンピロバクターとかだとね、結構ね、このインキュベーションピリオドっていうんですけど、はい、この潜伏期が結構長かったりするのでね、はい、まあそれを思い出す時にはいろいろな工夫が必要かもしれませんね。例えばスマホで写真撮ってたら、はい、それを見ながら思い出すとかね、あるいは家族とよく食べに行くんだったら家族に聞くとかね、はい、まあいろんな方法があると思いますね。うん、そういったことをこう組み合わせながら、よりよくお体のために、そして美味しいものを召し上がっていただくためのポイントとして押さえていただければ幸いです。そして所さん、また来月以降もよろしくお願いします。いろいろなテーマでお話をお願いしたいと思いますし、また特に4月以降新年度入りますので、さまざまな活動内容についてもオープニングの枠を使ってもろもろお伝えできればと思っております。改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それではiNetラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして素敵な時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。